第27回エミー賞第27回プライムタイムエミー賞はテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで1974年にアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は1975年5月19日にカリフォルニア州ロサンゼルスにあるハリウッドパラディウムで行われた この年は司会者なしで行われ、アメリカでは CBS が生中継で放送した。主要部門の最多ノミネートは、マッシュの9部門で、メアリー・タイラー・ムーア賞が8部門、衝撃の告発、QB7 が7部門と続いた。主要部門の最多受賞は、メアリー・タイラー・ムーア賞の5部門、恋の旅路が4部門と続いた。受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。 なお、カッコは、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。ありがとうございます。